この講習会は美容師の技術向上を図るため鳥取県美容講師会が行ったものです。髪巻くときは必ず脇を上げるようにしてくださいね。着物の着付けでは日本着付け学術会の委員が帯の巻き方のコツをアドバイスしていました。またヘアメイクではパリコレでも活躍するアーティストが基本的なメイクの仕方などを伝えました。自分のサロンで役立てていただきたいと同時に、ああ この講習受けてよかったと喜んでいただくのが一番だと私は思っています。参加したおよそ130人の美容師らはスマートフォンで撮影するなど熱心に講習を受けていました。